皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、THC オカルトラジオ、ともです。木村です。圭介です。はい、ということで今日はなんと木村さんがある映画を見てきたということで、はい、はい、オカラジ映画レビュー。大丈夫ですね、はい、さっきね録音が止まっちゃってなんかね、うん、心霊現象、うん、ちょうど挨拶のところで終わってましたからね。そうなんですよね、うん、はい、はい、監督中田秀夫作品ですね、うんうん、昔だったらリングのって言ってたかもしれないですけど、昔だったらね、そうリングの中田監督と言ってたんですけども、うん、まあ我々オカラジの中ではね、それがいる森の中田監督でおなじみの伝説の多分今画面にあのサムネが出てると思う。木村怒ってます、ね、マジで怒ったよあれはね。怒ってましたね、マジで怒った、うん、だってあんながっかりした木村さん見るのもちょっと心が痛かったですもん。ああのだいたい映画見て、うん、そのまま車に移動して、うん、車の中でそのままのテンションで収録始めるんですけど、うんうんうん、もうその前からちょっと木村さんいけるかなって今日の収録それは落ちてました、落ちてましたね。俺と木村さん前回喜界島でね初めて行ったじゃないですか。映画館の館を出てくるときに、うんうん、毎回ケイスケとこういう空気になるんですよって言ってますからね。そうちなみにそれ森の時は出たときに謝られました。誘ってごめんってこと。申し訳なくてさとか言って。まあそんなね、うん、それがいる森を作った田中監督、はい、うん、中田監督、中田監督、はい、の禁じられた遊びですね。うん、まあ橋本環奈とかね、重岡大毅とかね、これジャニーズ WEST のメンバーらしいんですけど、うん、演技はすごい良かったです、うん、そうこれみんなね演技はね良かったっすよ全体的に、うん、へ、あとファーストサマーウイカね、うんうん、ファーストサマーウイカが、貞子的ポジションなんですよ。へ、うん、その怪役というか、そう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 、うん、でもなんか確かにちょっと釣り目というか、そう思うじゃん、うん、それが私ファーストサマーウイカ出てるって知らずに見に行って、うん、でなんか日常的な家族の描写みたいな時に、うん、お母さんがこう出てきて、うん、うわ顔が怖えと思って、うん、なんかねメイクがいつも釣り目っぽいメイクしてるけど、うん、もうほぼすっぴんに近い感じで出てきたよね、ほうほうほう、あれこれひょっとしてファーストサマーウイカなのかなみたいなぐらいの感じだったんだけど、うんうん、もうなんかさ怖いのなんていうの、もう表情とか表情とか演技もすごい良くて、へ、うん、なんかその なんていうの発光そうなメイクしてるっていうか、なんていうの、うんうんうん、シャチュン水感じっていう感じの、そう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 、はいはいはい、すごい合ってたそれが、へ、なんか全然迫力とかそういうのじゃなくて、クルの柴田理恵さんがあれめっちゃ良かったよね、そんな感じじゃないですか、めっちゃ良かった、なんか演技良かったっていう感じですか、うん、あそうそうそう、うん、そういう感じ、ああ、うん、なるほどなるほど、そういう感じ、柴田理恵さんって普通の時分かってるけど、うんうん、なんかあの時のクルの時はめちゃくちゃすごいかっこいいよね、かっこいい感じじゃないですか、うん、すごい良かったよね、だから多分ファーストサマーウイカさん普段知ってる人とか、うん、オールナイトニッポンとかで、うんうん、知ってる人とかはあ全然違うみたいな、うん、多分開演というか開演、うん、ほんとそんな感じだったね、できるんですかね、よかった、うん、あと霊媒師の役で子孫布の長谷川、へえ、わ俺二郎の方しか分からん、この長谷川さんあの眼鏡かけてて、ね、おしゃれなね、うん、よかった、スニーカーとかも好きな人ですよね、よかったです霊媒師の役も、へえ、うん、まあ、でもなんか雰囲気なんかちょっとうさんくさい感じもある、でまあ本当にそういう能力があるっぽい感じだったけど、うん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 、作品の中では、まあでもすごい良かったよ、そのなんかうさんくささ込みですごい良かった、なんかねアルコ&ピースの、うん、何さんでしたっけ、アルコ&ピースの平子さんとか、うんうん、そういう役似合いそうですよね、あなるほどね、子孫の長谷川さんも
似合いそう。で僕と圭介って橋本環奈さん出るよみたいなぐらいしか知らないんですけど、はい、なんか簡単なあらすじとかあったりします？あらすじあります。あ、もう一人めぐみが出てて、あはは、うん、めっちゃ良かった。ちょ、ほんと演技はみんな良かった本当に。そうなん、なんか演技はってなんか演技は本当良かった私は、ね、かった。そこ多分後ほど触れる和の部分は、うん、そう、まあ、禁じられた遊びなんですけど、うんうん、ね、まあ、あらすじ的な感じで言うと、うん、幸せな、お父さんお母さん子供3人いて、うん、でお母さんと子供が事故で死んじゃうんですよ、うん、はいはいはい、あ、うん、そう、ほんで息子は一回死んじゃうんだけど、ある拍子に生き返って、まあ、普通にそれからは普通に過ごしてると、普通生き返るんですよ、うんうん、そう。でそのお母さんが亡くなる事件の前に、うん、庭でね、なんかね、トカゲを見つけるんだよ子供が、うんうん、でトカゲ見つけて捕まえようと思ったら、なんか尻尾切って逃げられて、その尻尾持ってお父さんに、うん、なんかトカゲがなんかいなくなっちゃった、尻尾だけになっちゃったみたいな、うんうんうん、死んじゃったのみたいな感じで言うんだけど、うん、大丈夫だよ、トカゲ尻尾なくなっても生えてくるからさみたいな感じで言ってさ、うんうん、で、ああ、そうなんだ、じゃあこの尻尾からもトカゲ生えてくるのみたいなこと言って、子供が、うんうんうん、で、そうだよ生えてくるんだよとか言って、でこのトカゲの尻尾を土に埋めて呪文を唱えると、ここからトカゲが生えてくるんだよみたいなこと言ってさ、うんうんうん、でその呪文がエロイムエッサイム、エロイムエッサイムって言うんだよね。へー、悪魔くん。そう、我々世代だと悪魔くんだよね、うんうん、我々世代って今世代一緒にしちゃったけど、まあ、9年違いますけど、うん、でも分かります分かります。そうそう、うん、でそうしてると何日かも何日かもそれを息子がやってて、そうするとね、うん、なんかトカゲがね土から出てくるんだよね。そうそう、わ、生き返ったとか言って、うん、そう、まあ、そのでお父さんもさ、何が禁じられた遊びかっていうと、お父さんがその、うん、本当は嘘だけどそうやって教えたじゃん、うん、それを子供がずっとこうやり続けて生き返っちゃったみたいな、なんかそれが禁じられた遊びみたいなさ、うん、そういう生き返らす行為みたいな、そう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 、うん、そうで生き返ったみたいな話してた後に、うん、その息子とお母さんが事故になっちゃって、うん、そう、まあ息子はなんとか生きながらえるんだけど、一命を取り留めるという、うん、そうそうそう、だ、うん、からさ、遺体をうちにさ、まあ葬儀があるもんで、うんうんうん、その時にさ息子がさお母さんの指をさ切ってさ、うん、これでお母さん生き返るかなとか言ってさ、うん、その小指を土に埋めてさ、またエロイムエッサイム、エロイムエッサイムって言い出すじゃん、うんうん、そう、ほんで本当にお母さんが、うん、生き返ってきちゃうっていう話なんだ、生き返ってきちゃうんだ、生き返ってきちゃう、へえ、その土からモコモコモコっつって、そう、モコモコモコって、はあ、うん、あ、そのお母さん役が、うん、ファーストサマーウイカさんですか。そう、ファーストサマーウイカ、そうなのよ、はあ、うん、で橋本環奈はどこに出てくるかっていうと、うん、あとそのお父さんの元職場の人じゃんね、うんうん、でなんで元職場かっていうと、うん、一緒に働いてた、そのお父さんと一緒に働いてた時に、うん、なんか変な怪異現象に、なんか見舞われて、うんうん、でどうやらそれがなんか私の旦那を取らないでみたいな電話が突然買ってきたりとか、うん、なんかどうやらそのお母さんが関係してるっぽい、うん、そうそう、でなんか密かに思いをなんかちょっと寄せてたみたいな感じで、それに気づいて、うん、でなんかそういう、それが、直接いたずら人コアなのか、うん、なんか生き量みたいなのか、うんうんうん、まあ、そこはちょっとわかんないけど、うん、
そういう感じで、あんまりにもそれが怖くて何回もそういうのあったから、うん、やめちゃうんだよ、うん、まあ、やめたらピタッとやんで、うん、まあ、全く別の仕事してんだけど、うん、そう、なんか撮影、なんか YouTube のなんか撮影するカメラマンみたいなのやってて、うんうんうん、そうそう、でお母さんが亡くなるじゃん、ほんと葬式があるじゃん、その時にさ、テレビで何とかさん何とかさんが亡くなりましたみたいな、うんうん、交通事故なんだけど、そうそう、あれこれってみたいな感じになって、で、なんか問い合わせて、あと葬儀場に行くんだよね、うん、ほう、そうそう、でそこで久しぶりにまたそのお父さんに会うじゃん、あ、はいはいはい、うん、でそこからまたそういう怪奇現象が起こってみたいな、へー、そうそう、な、何これみたいな感じで話は進んでいくんだよね、ほう、うん、で、まあ、結局その、まあ、その間にシソンヌのその霊媒師が、うん、うん、なんか来たりとかさ、うんうんうん、まあ、するけど、結局霊媒師出てきてもなんかこの悪霊はもう何ともできんみたいなこと言って、うん、うん、すぐになんかやられちゃうんだけどさ、あ、そうなんだ、そうそう、すぐにやられちゃう、へえ、うん、うん、そうそう、で結局最後そのみゆきっていうそのお母さんね、うん、ん、土から生き返ったみゆきに、うん、なんか追っかけられて、その橋本環奈と お父さん、うんうん、そう、なんかわー逃げ回るんだけど、なんか追っかけてきてみたいな、よくあるそういうなんか追っかけるパターンね、でなんか最後なんかその電車のなんか踏切ちょっと電車のレールのとこで寸出のところで2人は避けるんだけど、それに巻き込まれて生き返ったそのみゆきはバラバラになって、うん、いなくなるみたいなさ、うん、あ、よかったみたいな、なんかそうそう、まあ話的にはそういう感じの話で、なんか体の一部が見つかりませんみたいな、なんとか、あ、で、うん、またそこはね、全然そんなことなくて、あ、そういうわけではなく、そう、そういうわけでもなくてっていう、まあまあ、まあ、ざっとした流れはそういう感じ、質問いいですか、どうぞどうぞ、そのお母さんは土から出てくるじゃないですか、うん、出てくる、普通にお母さんの格好なんですか、もうぐちゃぐちゃとかじゃなくて、それがね、うん、そこのね、うん、表現すごい良かった、うん、初めはすごいね、真っ裸、うん、真っ裸で、うん、タミネタ2ですね、あ、そうそう、うん、でもすごいなんか光めっちゃ当ててて、めっちゃ白く光ってるみたいな、あ、はあ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 、体が、はあ、うんうん、なんかよく宇宙人とか目撃した時にあるような、そうそうそう、背中を向けて土からこう出てきて、うん、でこう振り返るじゃんね、顔だけ振り返るみたいなさ、うん、うん、でそうするとめっちゃ綺麗なそのみゆき、うん、すごい本当に生きてた時のお母さんみたいな、うん、まあでも白いよ、うん、めっちゃ白い、うん、で、あ、お母さんみたいな感じになったら、そしたらね、そっからなんかね、ね、根っこみたいなさ、うん、なんかそういうなんか土の中から出てきたもんでか分からんけど、なんか根っこみたいな、なんか紋章みたいなのがこう体の中に入り始めて、うんうん、でなんかいろんな、要するになんか血走ったみたいな、あ、はいはいはい、はい、血管が浮き出てみたいなさ、根っこなのか血管なのか、そう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 、なんかそういう感じのメイクになって、ちょっとお母さんじゃないみたいな、ゾンビっぽい感じのみたいな、そう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 、うん、ちょ、全裸の設定なんだけど、うん、映画の中ではもうなんか全身タイツ着てるみたいにしか見えない、あ、そう、その生き返ったお母さんは、うん、その後お母さんとして普通に接するんですか、あ、うんうん、その生き返ったらもう追っかけてくる、襲ってくる、へえ、なんかね、数日お母さんのふりしてみたいなのじゃなくて、うーん、そのまま追っかけていきます、へえ、でもずっと裸なんですか、ずっと裸、そうなんだ、うん、そうそう、で長い髪の毛で乳首が隠されてるっていう、へえ、うん、そういう感じ、まあでもそういう模様が入っとるし、何かその血管みたいな、ね、うんうんうん、根っこみたいな、何かそういういやらしさみたいなのは全然ないよ、うん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 、まあ不気味さを出したかったのかなみたいな、何か新たな恐怖アイコンみたいなのを作りたかったのかなみたいな感じはしたけどね、うん、うん、でももう最初の設定からおもろそうですけど ね尻尾確かになって思うもんな、うん、このちぎれた尻尾
はどうにかしたらトカゲの方が生えてくるんじゃないかみたいな、ちょっと疑問動いてますしね、ある程度の時間、そうあれとかね、あれすらも生きてるものとして捉えて、埋めて呪文唱えたら生き返るみたいな、あっちも。しかもまたそのエロイムエスタイムっていうのがまたいいっすね。お父さん、俺逆にそこはね、なんかオリジナルで言ってほしかったっすか、うん、違うのが良かった。なんか急になんかさ、なんか悪魔くんねとかさ、なんか急に安っぽくなっちゃったなと思って。あ、そうっすか。なんか俺聞いた感じでしかないですけど、なんかそのお父さんが適当言ってる感が出ていいなと思いました、ね、あ、そうなんだ。なんかその自分が知ってる、はい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 、呪文適当に言ったみたいな。なるほどね。そこはなんかテクマクマヤコ、お母さんだったらテクマクマヤコになるかもしれないし。ああ、なるほどね、そういう考えか。まあ、言われてみりゃそっか、っていう印象ですけど、見たら変わるかもしれないですよ。そう、でもそのデタラメを言ってるっていうことがちゃんと伝わるというか、な感じしました。なんかもうちょっとね、なんかちゃんとした呪文みたいなの方が、なんか雰囲気には合ってるのかな。なんかその禁じられた遊びっていうワードには合いそうですけどね、オリジナルの方が。ああ、なるほどね。そうそう。まあそういう感じだね。なんかその、よくある怖い話で、ファミレスで2人で行ったのに3人ですとかって言ってお水3つもらってみたいな、はい、である日2人で行ったら3つ出てきたみたいな話あるじゃないですか、はい、そういうパターンで、適当にやった遊びが、本当の儀式として成り立っちゃったから、禁止にしましょうっていう、それは、トカゲの時点でも禁止ってなってるのか。あ、まあ、禁止っていうかやっちゃいけないっていう意味での禁じられたっていう意味だよ。お父さんはそれをやって、生き返ってるのを見たから、ダメだよそんなのって。あ、ダメだよそんなのっていう感じは特に言わないんだよね。もうやっちゃダメだよみたいなのも言わないとかも言わないし、なんていうの、まあそのお母さんが死んじゃってショックだよねって、まあまあ、やりたいだけ やっていいよみたいな。あ、そういう感じ。お母さんの指を取るのも、もう受け入れてるっていう感じですか。まあ、そこはね、見てる方は受け入れられないよ。いやいや、死体から指取るってみたいなさ、母さんの指かとかって言うんだけど、いやもうちょっとさ、なんかもうちょっと叱るなりさ、なんか死者をそれを冒涜する、ね、することはなかなかね、なかなかないじゃん。ないですよね、普通では。もうそこはね、もう飲み込めない部分だったね。こっちもう視聴者が受け入れるしかないと、ね、そうあともう一個、お母さんと息子が、多分事故で死にじゃうじゃないですか、まあお母さんが、で息子は生き返るとみたいな描写あったじゃないですか、あった。実際一回死ぬんですか。一回ね、心肺停止みたいな、なるほどね、なんていうの、よくある心電図がね、ピンピンみたいな、あれがもうピーってなって、ああもうやばい、もう無理だみたいな、五輪中ですみたいな感じになった時に、なんか雷が落ちるんですよ近くに、それで生き返るんですよね。なんかそれも、例えばその儀式をやったことによって、自分に、なんか別のものみたいな、でその息子の体を使って誰かが何かやってるみたいな。ああ、なるほど、そういう感じじゃでもないんだ。でもないね。まあ、でもその辺は最終的に種明かしはある。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そう、あるんですよ。でも誰もとりあえずその庭に埋めて、庭かどうか分からんけど埋めて、その生えてくるのを禁じてはないってことですか。禁じてはない。まあ、やっちゃいかん遊びやっちゃったから、えらいことになっちゃったよっていう意味での禁じられた遊びっていう感じ。まあ、小説の原作がある みたいだよね。あ、そうなんだ。ちょっとそれ読みたい。あとペットセメタリーっていう怖い映画あるじゃん。コメント来てましたよね、前に。そうそう、それみたいだねみたいな。なんか死んだ人は生き返るみたいなのが、そこからオマージュとして小説が書かれてんじゃないかなみたいな話もあったけどね。その子供が運ばれてるさ、もう集中治療室みたいな、そういうところ、もうね、普通の病室で、なんか会社に電話かかってきて、お父さん
お父さんのところに、うんうん、なんか事故ですみたいな、うん、ほんで病院にさ行くじゃん、うん、で病院行ってさで扉バーンとか開けてさ、ハルト、うん、っていう名前なんだけど、まあ、ドアバーンって開けてハルトとか言ってさ、うん、入ってくんだけどさ、いやそんなもう今にも死にそうですみたいな、うん、集中治療室にそんなバーンって入っていけるのかみたいなさ、木村さん、うん、怒ってます？あ、いや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 で、そうそう、ハルトハルトとか言ってさ、うんうん、寝てる時にさもうブン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 さ体をさ揺らすんだけどさ、いやいやいや周り止めろよみたいなさ、うんうんうん、本当にね演出が先立っちゃってリアリティがないっていう、全然ない、あそこは。なんか本当にコントの病室みたいなところで、うん、そこでなんか何心臓マッサージみたいなことしてたりとか、なんかちょっとしたなんか機材みたいなのがあったりとかするショーっぽい集中治療室みたいなとこで、もうちょっとさ緊急っぽいさ、もうちょっとこうなんていうのかな、がっつり治療してますみたいな、うんうん、そういう機材にしてほしかったなみたいな。なるほどね、うん、なんか普通にこうなんかカーテン引けば病室ですみたいな、うんうんうん、なんかそういうしょっぽい病室だったもんで、それがねちょっとなっていうね、なんか病院でロケしたっていうよりかは病院スタジオでやったみたいな感じ。本当にスタジオの椅子に病院のセット作ったみたいな、しかもその病室のそうコントに使えそうな、そういう感じ。もうちょっとなんとかならんかったのかなっていうね。あとね、フォントタイトルのフォントがよく意味わからんじゃんね。なんかめちゃくちゃポップな、ちょっと忘れてたけど、なんでこのフォントにしたっていうフォントで禁じられた遊びとか出てきてさ、ちょっと調べて、と思って、出てくんのかな。なんかそれがいる森とかもそうですけど、うん、なんか広告の時点で CM とか、うん、ちょっとポップじゃないですか最近。もうそうだった、うん、なんかね、なんていうのあれ、ギャル文字じゃないけど、なんでこんなにフォントにしちゃったのかなみたいな。へえ、意味わからんかった。なんかポスターとかだと普通ですよね。普通じゃん、うん、何これと思って。そう、なんか別に今風でもないですしね。今風でもない、うん、どういうことこれっていうねフォントでしたね。なんか意図があるんですかね。ねえ、ちょっとそれわかんないけど、実は原作にはそういう描写あるとか、遊び感出したとか、あ、ちょっとね分かんないね。その禁じられた遊びに実は元があってみたいな、そのお父さんが若い頃にとかに、うん、ギャルの友達がそういうことやってて実際ちょっとした事件があったみたいなのを、うんうんうん、でもそれを子供に言う必要ないもんな、うん、だったとしても。そうだね、すごい不釣り合いだったな、気になっちゃったな。そうだね、じゃあ結局はその序盤で、うん、ファーストサマーウイカさん、うん、はるかでしたっけ、みゆきさんが亡くなって、よみがえらすっていうのがあってから、うんうん、そのよみがえらせてしまった元母親らしきものを、うんうん、みんなで除霊しようぜみたいな、うん、まあ除霊っていうかもう普通になんか追っかけてくるもんで、それから逃げるみたいな。さ、ラストの方はね、追っかけてくるって普通に走って、走ってこよう、へえ、そう、うん、すごモンスター映画みたいな。あ、最後はそうだよ、ね、最後モンスター映画、うん、追っかけられてる、でも貞子に追っかけられてるみたいな感じ。ああ、そうなんだ、うん、そうそう、まあ、それまではなんか例えば、うん、その橋本環奈のところに起こる霊現象で言ったら、なんか急に飲んでたビールのグラスがパーンってこう真っ二つに割れたりとか、急に、うんうん、そういうのとか、まあ、あとはなんか今まで友達だったと思った人が急にそのみゆきになって襲ってきたりとか。へえ、なんだそれ。なんかそういうなんか霊現象なのか幻覚なのかよくわからんみたいな、なんかそういう感じのなんか、まあそれなんかいいなと思った部分もあったけどね。で、まあ、ストーリー的にはさっき言ったのがあらすじじゃないですか、うん、でここからまあちょっとネタバレも込みで、うん、木村さんのいいと思った点とか聞きたい。いいと思った点はね、うん、
橋本環奈の絵力えぐいなと思った。体探し見に行ったじゃん、はいはい、体探しもさ、うん、橋本環奈出とったじゃん、はい、あれよりもなんかあれ確か高校生か中学生の役だったじゃん、うん、高校生かな、ね、うん、じゃなくて普通になんか OL みたいな、うんうんうん、そういう役で出てて年相応の役っていう感じ。そうだね、うんうん、そうでなんか普通の OL のみたいな格好、うんうん、すごい、あやっぱ橋本環奈すごいなと思ったね。で橋本環奈はなんかさタバコ吸うシーンがあるんだけど、うんうん、何回か、うんうん、もう絶対吸わんじゃんね、そのタバコのになんかこう口くわえてライターつけようと思ってシャキってやったら誰か入ってくるとか、なんか誰かに話しかけられるとか、なんかね絶対橋本環奈にタバコ吸わせないぞっていう雰囲気がねすごい伝わってきた。あでもすごいっすね、今時その紙タバコで、うん、っていう、そうそう、なかなかね、じゃあそのシーンいらんやん、いやマジでそうなんだよそうなの、なんでこれ挟んでくんのちょいちょいみたいな、ちょっときついっすね、喫煙者に映画館でそれを見せるっていうのはタバコ吸いたくなっちゃうっす、ね、それが橋本環奈に吸わせたくないのか、なんかそのね、うんうん、一応なんかね絡みはあるじゃんね、そのなんか好きな人、要するに、そのこの映画の主人公の男の人、うんうん、お父さん、うん、そうそうそう、うん、に、かまだ前の会社の時に自分の思いを伝えるために、うん、なんかプレゼントとして ライターを買ったんだけど、なんかそれをあげれずに自分が使ってるみたいな、一応そういうストーリーとしてのなんかまだ思ってるよみたいな意味での多分ね、うんうん、ライターを自分で使ってタバコを喫煙者っていうそういう設定なんだけど、一、うん、回も吸わない、吸いそうだけど吸わない、車の中とかでもなんかこう吸いそうだけど吸わない、うんうんうん、あれも表してるんですね、そのあげれそうであげれなかったっていうことと吸いそうで吸えない、そう、いやいやそれはよく捉えすぎだよ、それは多分そういうの表したんじゃないですか、事務所が吸わせたくなかっただけだと思う、あまあまあそれは多分あると思うんですけど、うんうんうん、それだって我々が見てる時だけの話やん、それって、うんうんうん、うん、でも普通に普通は普段は吸ってるっていう設定だと思うから、あまあ別にそれはそうか、うん、あそういうことか、そう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 、だから火つけるシーンなくても、うん、これは自分で使ってるぐらいで、うん、わざわざカシャンパシってやらなくてもよかったみたいな、そうそう本当そうよ、うんうん、うん、逆に気になっちゃってさ、うーん、座んのかーいと思って、ね、今木村さん、いいとこ聞いてたんですよ、いいとこ聞いてたんですよ、あいいとこ、いいとこね、そうそうそう、いいとこね、橋本環奈の絵力からすごい、いやでもただうん、うん、恐怖する顔、うん、なんかさ、おもろい顔する映画あるじゃん、橋本環奈が出てる漫画、ブリーチ、ブリーチ、銀魂かな、銀魂、そうそう、銀魂、うん、なんかねああいう変顔みたいな顔するんすよ、そのなんか怖い怯えてる時とかに、ほう、うん、なんか顔芸するっていうか、ほうほうほう、うん、なんかそれがちょっとね、なんていうの、ギャグっぽく見えるっていうかさ、本当に怖がってたらこんな顔しないでしょみたいな、怖い時ってどんな顔するのって言われて、怖い時ってこんな顔だよねって、あのなんか面白くなっちゃう顔、うんうんうん、見せられて、いやそんな顔しないでしょみたいな、うんうん、そういうなんかボケっぽい、ボケ、そうそうそう、そういう顔で怯えた演技するじゃんね、そう、それがねちょっとやりすぎっていうか、なんでわざわざその演技なんだろう、まあ、あのなっちゃうんじゃない、その彼女の中での彼女が怖い演技ってなったら、そういう変顔みたいな感じになるんじゃないのかね、なんか目だけで演技とかさ、そういうのじゃない、もう顔芸って感じ、うん、ちょっと興味持つけどな、うん、そうちょっとその橋本環奈さん見てみたいへそうそう、あとね途中でね、うんうん、その怪異が起こるって、その怪異の中になんか突然ね車のフロントガラスにカラスがバーンってぶつかってくるシーンがあるじゃんね、うん、そのシーンはね良かったよ、怖い
怖い、怖かった、気持ち悪っていうのになった。へえ、うん、想像つかないですけど、そのフロントガラスにカラスが突っ込んでる、なんか結構あることない？ある。ホラーだとバン系で、なんかこうね、バン系はなんかこう血と毛が、うん、毛がついてみたいなさ、なんか窓ガラスに跡が突っ込んでくるみたいなね、うん、そうそう、そういう感じのぐしゃってなるやつですよね。あ、まあ、じゃあありがちだねそれはね。あ、でもそれの、それがすごかった、いいっていうところですね。よかったっす、うん、それよかった。びっくり要素っすよね、しかもびっくり要素、そうそう、びっくり要素、そうそうそう、っていう意味ではね、よかったね。そうなんだ、うん、あとね、その、うんうん、なんかみゆきに乗っ取られて、その橋本環奈の友達がなんか包丁を振り回すみたいな、うん、そういうシーンがあって、うん、そのね、包丁の振り回し方がよかった。へえ、怖っ怖っってなる、うんうん、なんか本当に切ろうとしてる感じが伝わってきて、その子の演技が上手かったのかもしれない。ああ、なるほど、うん、それちょっと見たい、うんうん、すごい良かったよ、うん、いやもうやめてやめてよってなる感じの振り回し方、なんかこうさ、なんか胸の前に出してみたいなじゃなかった。へ、うん、ちょっと異常者というか、うん、そう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 、そういう感じがして、うわ、いいっすね、それはすごい良かったね。はー、うん、あ、良かった、のはそれぐらい。なんか良かったのはってことは、良くなかったところ、のはそれぐらい。え、ちょっとじゃあ一個聞きたいんですけど、はいはいはい、ま、言ったらね、最初にも言いましたけど、うん、リングの、うん、中田監督じゃないですか。それ森の監督。そうそうそう、うん、リングの、リングの、なんか終始不気味な雰囲気ってあったじゃないですか。ああ、あるね。ああいうのってどうですか。俺なんかそのお母さん役のポスター見たんですけど、うんうんうん、なんかちょっと近い不気味さみたいなの、なんか色味的なもんとか、うん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 、なんか出てる感じ、絵で見るとすけど、うん、とすけど、なんかそういうのあるんですか。あ、なんかその、まあ、ちょっと総括に近くなっちゃうけど、うん、中田監督が、うん、俺こういう感じでやりたいんだよねっていうのが、うん、すごい伝わってきたんですよ。その美雪の造形にしても、うん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 まあ、ストーリーに関しても、うん、こういう怖い感じ撮りたいんだよねっていうのがすごい伝わってきたから、うんうん、そういう意味では悪くなかったですよ。あ、なるほど、うんうん、まあ、結構酷評するしてる人もいますけど、まあまあまあね、うんうん、そう、まあ、それはまあ、私の中でこう最低ラインとしてそれがいる森がいるじゃないですか。最低ライン、最低ラインとしてね、うん、もう全ての映画の最低ラインとしてそれがいる森があるんですよ。はいはいはい、それを知ってる、そう、それを基準としちゃってるから、もう、なるほどなるほど、そう、だから それにか比べれば、まあ、よかったよ。ちょっと見たくなった。でも、まあ、一応オチ的な部分として、うん、そのみゆきは昔、宗教団体、両親、うん、お母さんだったけど、両親だったかお母さんだったかが、うん、宗教団体の教祖みたいなのをやってて、うんうん、でそれの、うん、と娘、あ、2世2世、うん、そうそう、うん、ほんでなんかどうやらお母さん本当に力があったみたいで、うん、でみゆきにもその力がこう宿ってるというか、あ、ちょっと貞子のりっすね、本当にね。そうそう、ほんで、あと、なんか同級生の、うん、なんかいじめられてるいじめっ子をなんかこうテレパシーで、なんか高いとこから突き落として殺しちゃうみたいな、そういう描写があったりとか、うん、なんか不思議な力持ってんだなこの人はみたいな、そういうキャラじゃんね。そう、なるほど。ほんでそれの息子、うん、ハルトっていう息子にその能力が引き継がれたから、うんうん、そのトカゲも生き返った。なるほどなるほど。そうそうそう。そう、で、だからお母さんも生き返った。みゆきの力よっていうよりはハルトの力みたいな。いやでもそうなってくると本当に呪文が LMSM でよかったのかなって。あ、確かにそれ聞くとそうですね。そう。だったらその宗教団体とかで、ね、意思相伝のみたいなさ、そうそうそう、使ってたみたいな、うん、でそれをなんかお父さんがうっすらなんか聞いたことあって、うん、
でそれを息子に教えたみたいなさ、うん、その方が禁じられた遊び感あるじゃん。確かに確かに、うん、なんか お父さんがパッと思いついたそのエロイムエッサイムとか言って復活しちゃったみたいなさ、そこはちょっとなんか変えた方が良かったんじゃないかなと思って。そう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 、うん、確かに。そうで結局そのお母さんがなんか お母さんをいじめるなみたいなこと言ってさ、もう最お母さんをいじめるなみたいなこと言って最後襲いかかってくる主人公に襲いかかってきそうな時になんか雷がまたビビビーとか言って撃たれて、結局なんかしょぼい CG によって焼かれて炎に包まれて、そのハルトも死んじゃうんだよ。え、そう死んじゃう。そうお母さんと一緒に焼かれて、しょぼい CG によって焼かれて死んじゃう。そう、まあ、ほんでまあ、よかったみたいな。あ、電車に一回引かれたっちゅったけど、うんうんうん、そっからまたなんか破片が自動的に集まってきて、うんうんうん、またお母さんのそのみゆきの形になって、うん、でなんか今から襲いかかるぞみたいな、うん、いう時に雷に撃たれて死んじゃう。結局ハルトの力だもんで、ハルトが死なないと、うん、お母さんは何度も蘇るみたいな。うん、あ、なんかそんな感じかな。うんうん、そうそうそう。でハルトも結局雷に撃たれて死んじゃう。うん、雷によって復活したけど、うんうん、雷によって死んじゃう。うん、で最後その橋本環奈がそのうちに訪ねると、お父さんがなんか持った土に向かってエルメスサイムエルメスサイムとか言って言ってる感じ。うん、春ともうすぐ会えるぞみたいなこと言って、で終わりみたいな。はなんかそういう。でもお父さんにはその、あ、まあでもそうか、うん、本人いや、お父さんにはその力ないよ、ね、ないけど、やられた側がもうちが力があるから、もしかしたらっていう。いやー、どうだろうな、そこはまあないんじゃない、まあ、死んでるからないか、うん、ないんじゃない、うん、そうそう、だからそういうなんか筋的なもの、うん、は悪くなかったよ。まあただそのなんか新興宗教の教祖みたいなのにちょっと重きを置きすぎてるというか、そのなんで死んだ人が生き返るのかとか、いや新興宗教の教祖の息子だからとかさ、ちょっと重きを置きすぎてるっていうかさ、そんなすげえの新興宗教ってみたいなさ、そんなすげえのカルト教団ってみたいなさ、そういうのあって、なそこはなんかどっちが良かったんだろうって思う。あのネタバラシっていうか、宗教団体の娘だったからってした方がいいのか、謎の力によってにした方が良かったのか、そうか、へー、そうそう、なんかその例えば新興宗教、まあ、宗教団体のに触れて中にいると、うん、その世界が当たり前みたいなので、うんうん、と自分も洗脳じゃないですけど、うん、それが正しいみたいな風に思っちゃうこととかってあるじゃないですか。例えば、うん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 、集団行動してて、うんそうしないといけないとか、うん、っていうことによってなんかそう幻覚を見てるみたいなパターンとかないですかね。別に誰がみんなが触れて、うん、新興宗教だから、まあ、洗脳されてるというかみんなが、うんうん、状態で、うん、特に何も起こってないというか、うんまあ、起こってるんだけど、うん、その復活とかも実際してないし、はいはいはい、でもしてる風に思い込んで進んでる物事というか。ああ、なるほど、そういう解釈ができないかってことか。うん、ああ、でその力が本当にある宗教だったらなんかできなくはないかもしれないね。なんかね、他になんかやってそうな気がするっすよね。うーん、そのハルトの力がそんなすごい受け継いでるから、蘇らせてそういう、まあ、母親にを使った悪霊というか、うん、を作れるなら、うんうん、なんか辻褄を合わせんといかん安直な設定な感じもするけどね。あ、うん、まあその説明をしたいがための、うん、ちょっとそういう感じも ないこともないって感じはあったから、うんうん、まあでもちゃんともしかしたら小説とか読んだら
そういう裏とかもいっぱい書いてあるのかもしれない。あ、小説にはね宗教団体の設定ないんだって。へえ。まあでも逆に言えば誠実かもなと思って、その監督が、まあ脚本はちょっと誰が書いたかちょっと分かんないですけど、まあ、見てる方としては、まあ、一応すっきりできるじゃん。あ、まあそうですね、あ、まあそっか、宗教団体の教祖の息子かみたいなさ、うん、理由をそうそうそう、うん、ある意味誠実っちゃ誠実だなとも思ったけど、まあそのホラー映画っていうかその部分にそれいるのかなとか、なるほど、ね、まあそこはど、解釈によるかなって思ったね。あとね、途中のね、そのね、シソンヌのね、霊能力者の事務所行くんだけど、うん、その事務所がしょぼすぎて、なんでこんな風にしちゃったのみたいな。ほうほう。なんていうの、ビルの一室、うん、なんか結構高い、なんかオフィスビルみたいなとこのなんか入っていくと、なんかお札みたいなのが貼ってある、壁に貼ってあってとか、んな感じだけど、部屋ガチャッとか言って入るとさ、結構広い教室4つぐらいつなげたぐらいの、結構広い、かなり広いですね、結構広いところに、ほんで椅子が置いてあって、ほんでなんかあのごま抱きするみたいなさ、なんかこうロープがこう四角にロープが貼ってあるみたいなさ、なんかそういうなんか祭壇みたいなのがそれだけみたいな、まあなんていうの、そういう雰囲気を出したかったのか、なんであんなしょぼい事務所にしたのかなと思って、もうちょっとこうなんていうの、例えばジュソのさ、うん、映画ジュソのちょっとああいうおどろおどろしい感じあるじゃん、なんか変な呪文がいっぱい書いてあってみたいなさ、全然そういう感じもなく、だだっ広い空間、あ、でもなんかガンツみたいな、なんかだだっ広い空間、はいはいはい、すごい近代的な、すごいあのオフィスの真ん中にその祭壇があってみたいなさ、なんかもうちょっともうさっきの病室と合わせてさ、もうちょっと金かけてやってくれよそこにはみたいな、なるほどな、もうちょっとこうリアリティ持たせてやってほしかったなみたいなさ、その霊媒師の今を知らないんで、もしかしたらそれが今なのかも、今風のトレンドってことなのか分かんないですけど、その都会の霊媒師はそういう感じで出したかった、いやだとしてもなよ、あれ見てもらえば分かるんだけど、もうちょっと全体的に木村さんの感想から言うと、ちょっとしょぼめな、セットがしょぼめみたいな、まあそうだね、セットも、そうだね、しょぼいっていうか、まあ、ちゃんとしたところで撮影してないみたいな、そのなんかロケっぽいところはね、家、その家で起こるさ、そのなんか埋めて呪文唱えててとか、そのなんか生活感のある感じみたいなところは別に気にならなかったんだけど、なんかそういうなんかね、なんかその特別なシチュエーションのところだとロケっていうよりかはセットで組んでみたいな、そうそうそう、しょぼかった。まあ、なんか限られた予算もあるんであれでしょうけど、そう、でももうちょっと頑張ってほしいなと思ったね、そこはね。だからその新たな リングでいう貞子みたいな、この映画禁じられた遊びでいうみゆきみたいな、そういうホラーアイコンを、生み出そうみたいな、感じの気兼ねも感じたし、まあでもこれシリーズで やっていくぞっていうほどのインパクトはないし、まあでもこの映画の中ではそういうなんかホラーアイコンを生み出そうっていう気持ちはすごい伝わってきたし、実際そのみゆきがちゃんとホラーアイコンになってたっていう、まあそうだね、なりきれてないけどね、そうそう、そう、あとその橋本環奈の襲われる理由みたいなのも結局私の旦那のこと好きでしょみたいな、で特に告ってもないんだよ、ただ好きで、別になんかあったとか肉体関係があったとかじゃないです本当に、ただちょっといいなって思っただけで、そんなに追っかけてくるかねと、でなんか結局さ、なんか私は昔あの前の会社であなたの奥さんに呪われてたのとか言ってさ、そのお父さんに言うんだけどさ、
そんなこと言うと思って人の嫁さんのことをさ、うんうんうん、あなたの嫁さんに呪われてたのとか言って言うかなと思ってなんかで俺もなんかお前のことがちょっと何て言うかな、橋本環奈の名前のちょっと忘れてたけどさ、ひろこ、なんか俺もなんかひろこのことがみたいなさこともなんか途中で言い出してさ、うん、ええどういうことみたいなえ奥さんのこと好きじゃなかったのみたいなさ、うん、なんかねそこもなんかブレブレだったね、なんか、うんうん、なんかむしろなんか一回過ちがあったぐらいの方が、うんうんうん、あなるほどね、うん、まあ、なんか納得できる、納得できるっていうか、うん、そうそう、あ何もないただ密かに思ってただけ、そうそう、うん、ですごい襲ってくるじゃんね、うん、うん、ちょっと説得力かなないなっていうね、うん、なんか例えば映画ジョンウィックとかで、うん、愛犬が殺されるシーンがあって、うん、 それが問題になったから、うんうん、その映画だけど、うん、映画の中でそうやって犬を殺すってことを言う人たちがたくさんいて、うんうんうん、それが2の時に、うん、死んでないみたいな、なんかありましたよね、説明するみたいな、うん、ああそうだったっけ、うん、なんかホラー映画でもあったよね、この予告に犬が、なんか留守の家で犬がおって殺人鬼が入ってくるだったかなんかで、うんうん、っていう予告が流れて、うんうん、このあと犬はどうなるんですかみたいな、うん、質問が殺到しちゃって、おうおう、で公式が犬は無事ですっていうのを出すっていう、ああそう、公開前に、おうおうおう、うん、でそのジョンウィック、それこそそのペットもそうだし、うん、とかは、うん、あともそうだし、例えばその子供がとか、うん、っていうのも、うん、なんかそれ予防じゃないけど、うん、そういう表現をしちゃいけないみたいなのが広まってるのかなっていうのもちょっと思いましたけどね。だから無理くりそういう設定で、あ、うん、橋本環奈は不倫 NG ですみたいな、うん、とかまあ本当はあるかもしれないし、ね、うん、喫煙 NG もあるし、うんうんうん、うん、それはすごいね感じた、あ、うん、ちょっとクリーンすぎるっていうか、うんうんうん、なんかまあ過ちがあった方が納得できるかなっていう、うん、うん、タバコも吸わんし、原作ではそうやってしてるしそうしたいんだけど、うん、映画でやるにはこれはできないっていう、うん、コンプラというか、原作そうしてるんですか、いや知らないです知らないですだから今映画になったらホラー映画が全部面白くないじゃないですか、うんうん、面白くない、その理由っていうのが、うん、実はそういうのがあって、うん、そういう描写を撮れないっていう、あ、まあでもコンプラはすごい言われてるもんね、うん、うん、確かに撮れないもんあるのかもしれないね、俺たちが知らない、うん、だってマジで木村さんが今指摘したものを全部、うん、いやそれできるでしょって思うじゃないですか、うん、設定的にね、うんうん、あ、だったらその分入れなくてもいいし、うん、なんでそれをわざわざそこまでやってやらないかとかは、うん、このギリのラインはここまでできるからここで終わらしとくとか、うんうん、みたいにしてるのかなってちょっと思ったというか、うん、のかな、うん、うん、だって普通にそれがいる森の時にも言ってましたけど、うん、大の大人が見て、うん、これでいい行きましょうって言うみたいな、うん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 、そういう部分がいっぱいあるわけじゃないですか、別に今の新しく出るホラー映画でも、うんうん、そういうのはそういうコンプラがあるから、うんうんうん、もう公開終わったけどさ、ケースケも出てたさ、谷口さんが撮った新しい学校のリーダーズとさ、うんうんうん、撮った、LINE のやつ、はいはい、あれもすごかったらしいからね、コンプラ、知能表現ダメとかさ、そうだって現場で、うん、めちゃくちゃなんかいろいろ言われてたっつって、うん、台本もあれでこうでこうでってやって現場でこれダメなんでってなって、うん、急遽変えるとかもありましたからね、うん、なんかさ、これも、あ、もうし結構締めっぽいこと言っちゃうけど、うん、これもさ、禁じられた遊び制作委員会みたいな、うんうんうん、そういう感じのとこが制作に携わってんだけど、はいはい、もうさ、もうホラー映画好きな、うん、富豪みたいな人がもう俺金出すからちょっと好きに やっていいよみたいな、うん、そういうなんか周りから
とやかく言われない、うんうん、そういう状況だったらいい映画ができるのかもしれないね。あ、確かにね、うん、縛られない、うんうん、結局そのお金出す人がそれはちょっとやめてよっていうさ、そうそう、やっぱね、スポンサーなってくるじゃん、なんなりがね、そうそうそう、うん、だもんで、なんか理解あるスポンサーというか、なんかそういう人がついてやれば良くなるのかもしれない、ね、確かにね、個人の、うん、あれもそうじゃん、チェーンソーマンもさ、うんうんうん、あれもチェーンソーマンアニメとかもさ、なんとかアニメ制作委員会みたいなのがよくあるけど、うん、チェーンソーマンはあの、ね、アニメ制作会社どこマッパだったっけどこだったっけ忘れてたけどさ、うん、それがもう自社でやってるみたいな。へえ、あ、そうなんですね。そうそう、うん、ダウンで結構なんかえぐい表現ができるとかさ、なんかそういうのあったからさ、そういうやり方、お金の出し方っていうか使い方っていうか、でやれば、まあ、もうちょっといいものができるのかもしれないね。どんくらいかかるんでしょうね。まあ、数億円はかかるんじゃない。制作だけで数億円ですもんね、うん、そっから配給とかいろいろ。あ、じゃあトータルだと思うよ、そういうのって。あ、なんですかね、うん、うーん、だね、うーん、なんかね、せっかく映画で、ね、ジャパニーズホラーとして出すなら、なんかそういうのをなしにしてバッと力作作ってほしいなと思いますけどね。なんかね、うん、そうだね、やっぱあの当時のジャパニーズホラー、うん、あの当時のジャパニーズホラーを見て今のそれこそアリアスター監督とかさ、うん、あのさ、うん、ミッドサマーの、ね、はい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 、とかさ、例えばジュソもそうだしさ、うん、あと女神の継承だったっけ、うん、あれとかもさ、あの当時のジャパニーズホラーを見てうわー怖えって思った当時の少年が、うん、今、うんうんうん、作ってるじゃん、うん、そういうホラー映画を。そうですね、うん、であの当時の感じを、うん、いかにして出すかとかさ、うん、なんか根本原体験としてそういうのをしてる、あの当時あれ怖かったよねって思いながら俺もああいうの作りてえって思って作ってるみたいなさ、うんうん、そういう見本にはなり得ないじゃん今のジャパニーズホラーで、うん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 、それをなんとかね、やっぱお家芸じゃないけどさ、日本のお家芸じゃないけど、うんうん、なんかああいう感じもう一回やっぱりやりたいよねって思うね。うーん、うん、ほんと最近、うん、僕ホラー映画とかも全然見てこなかったし、うんうん、あ、一応見てるけど、うん、覚えてないというか、うん、でそんなこれがどの監督でとかも全然気にせず見てるし、うん、なんとなく怖いの見たいから見てるぐらいでずっといて、うん、でサダリングとかも見てたけど、うん、別に内容覚えてないというか、うん、井戸から出てきてとかはあったなぐらいな感じ、鏡のあのシーンがとかなんとなく覚えてるけどぐらいな、うん、だからちょっと最近今年の夏に結構見てたんですよ、いろんなの、うん、で、やっぱリングとかも今見てもおもろかったんですけど、うんうん、そっからおからじのリスナーさんというか、うん、おかめんの人たちに、なんかおすすめがありますかって聞いたら、うん、まあ、洋画も邦画もどっちも言われて、うん、いろいろ見てて、うん、まず洋画のやつ見たんですけど、うん、普通に怖かったんですよ、うん、ライトオフだったかな、うんうんうん、とかもめっちゃおもろくて、うんうん、でまずライトオフ勧められたからライトオフ見て、うん、でその後に豊島園、はい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 、を勧められて豊島園見たんですよ、うん、だからもうこのギャップがすごすぎて、あ、はは、うん、今まではジャパニーズホラーの方が好きだったんですよ、うん、なんかイメージ的には、あ、まあまあわかるわかる、うん、例えばショートの呪いのビデオとかもそうだし、鳥肌とかああいうオムニバス的なやつらもめっちゃ好きだし、うん、でも海外のホラーってびっくりさすだけやんみたいなイメージでいたから、うん、あんまり邦画洋画のホラー好きじゃないなって思ってたけど、うん、もう本当にこの夏のおかげで、うん、邦画の方が
あ、すみません、今の違いますよ、全然。今のはマジで違います。洋画の方が好きになった。うん、なんかやっぱあの当時の、うんうんうん、ちょっとジメッとしたというか、うん、不穏な感じ、ね、不穏なが、うん、そういう洋画のホラーの方が残ってるというか、うんうん、そういう匂いがするってことだよね。そうで、なんか調べたら、うん、その当時のジャパニーズホラーに憧れてその要素を入れてるみたいな。そうでしょ、うん、そうなのよ、そうなのよ。海外の、洋画の方が。そうなのよ。邦画ってめっちゃ言っちゃうやん。呪詛とかもね、そうでしたもんね。そうそうそうだよ、うん、監督さんもね。呪詛覚えてる？見た？見たっすけど、なんとなく。でも改めて見たいですね。あとなんかね、続きを作ってるみたいな話、ね、ああそうなの、ですからね、俺でもちょっと映画の話じゃなくなっちゃうんですけど、FOD オリジナルだったかな、はいはい、付き添い、うん、っていうドラマあるんですけど、うん、あの付き添いの月があの取り付くのつ く, のつく、ほうほうほう、あれめっちゃ良かったっすよ。あ、そうなんだ、うん、へ、日本のホラーしてる、へ、うん、監督はちょっと分かんないですけど、あのエッセイ書いてる、エッセイ漫画書いてる人がホラー漫画書いてるんですけど、うんうん、それが元になってるんですけど、それももうなかなか怖いんですけど、うん、絵がエッセイなんで、うんうん、なんか嫌いな人は嫌いかもしれないですけど、現象はめっちゃ怖いんですよ。でそれがそのままなってるんで結構怖かったっすよ。そのケイスケはよくスーツの男目撃するじゃない、はい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 、崖の上とかでもそうだし、はいはい、家の前でもそうです、うん、最初スーツの男の話なの、黒い男の、ほう、それぜひ見てほしいわ。ちょっと共感できる部分があるかもしれない。FOD でやってる、うん、うん、僕最近で言うと Netflix オリジナルじゃないかもしれないけど、うん、あ、その作品が、うん、僕 Netflix オリジナルの呪いの家、うん、はい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 、あれは呪音、うん、落ちこそいやいやってなったけど、うん、途中までめっちゃ面白かったっすけど、ね、わかるわかる、は終わったって思ったよ。ジオンの呪いの家のお話なんですけど、のスピンオフみたいな、うん、そう、スピンオフなのかな、呪いの家に焦点は出たような、うん、と落ち後半こそあれですけど、うんうん、途中までめちゃくちゃおもろい、結構面白いです。1話は、ね、怖いし、うん、全6話だったっけ、6話だったはず。落ちは、いや、ペチャンコになって終わる。ペチャンコになって終わる。ペチャンコ、ってなんて言ったらいいの、あれ、そのまあ霊現象を食らう、もうジオンの家に行ってしまって霊現象を食らう人が、うんうん、ペチャンコになって終わる。終わる。ほう。だから落ちこそあれなんですけど、あれなんですけど、なんかペチャンコに焼けただれてアスファルトの上で、そんな感じだよね。そう、そんな感じだ、ね。全然覚えてないですもん。そう、だから落ちがもうはってなりすぎて。うんうんうん、もう、ああダメだってなったけど、途中までは、まあ、だ、映像もすごい良かったし、あの最後の歌のところとかね、うんうんうん、エンディングとかもめっちゃ良くて、うん、なんかモネの泉みたいな、うんうんうん、ちょっと全然違うんですけど、わ、うんうん、かります、うんうん、綺麗な、うん、わかるわかる、あんな感じの映像で、うん、なんか北海道かなんかのアイヌかなんかの歌、うん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 、が流れ、アカペラで流れるみたいな。なるほどなるほど、うん、すごい不気味だし、不気味な感じっていうか、映像も綺麗だし、うんうんうん、びっくりするところもあるし、うん、怖かったっすよ、途中までは、ね、途中までね、うん、なるほど、だから なんつってみたいな終わり方するんですよ。なんかもったいないね、うん、なんかそこもコンプラあるのかなみたいな、わかんないけど、あ、まあそうだね、うん、それが遊び心なのか、それやりたかったんって思って、本当にそれやりたかった。なるほど、ね、あんなになんか途中まですごいいい感じだったのに、うん、みたいな、うんうんうん、なるほど。でもやっぱあのネットフリックス外資じゃないですか、うん、額全然違うらしいですよ、その予算、予算、いや、それはそういう話聞くよ、そういう話は聞く、うん、でもネットフリックスオリジナルで作ってくれんかな、そしたらね。まあそうだね、うん、うんうん、まあ、うん、あるかもしれん、もう今、うん、ああ確かに、うん、あ、一回なんかちょっとみんなのそのおすすめ聞きたいなと思ったんですけど、うんうん、その前に木村さんの今回の禁じられた遊びの、うん、おすすめポイント、おすすめ度、おすすめ度、うんうん、あ、まあ、総評というか、総評、うん、星3つで言ったら、うん、まあ3ですね。おお、え、
星3つで言ったらマックスかと思った。星5つで言ったら、うん、まあ3ですね。ああでも3ある、すごい。今までで一番高くないですか、ね。そうだね、そうかもしれない、うんうん、ホラーで言ったらね、うんうんうん、ああまあまあ、あの海外のジェソとかはね置いといて、置いといてね、ジャパニーズホラーで言ったら、うんうん、まあだから一回ハードルが下がってるからそう思ったのかもしんないけどね。いやでもいいっすよ、うん、うんうん、ね、逆に木村さんが3点つけてるのならちょっと見てみようかって思いますよね、うん、でサムネどうしよう満足みたいな感じですねまあ満足なんか思ったより悪くなかったみたいな感じかな。あまあ確かにね、うん、うん、あの木村さんがみたいなね、うん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 、なるかもしれない、うんうん、まあ でもなんか絶対見に行ってほしいっていう熱はないよ、うん、おすすめするほどではないぐらいな感じですか。おすすめするほどないけど、まあまあ、あのオンデマンドに来たら見てみてっていうぐらいな、まあ、そうね、うんうん、まあでもな、うん、やっぱりそれがいる森の存在がやっぱり大きいというか、そっち見てこれ見てっていう、うん、そうだねで3って感じ。じゃあそれがいる森は意味あったってことですね、やっぱり。まあそうか、うん、まあそういう意味では、うんうんうん、計算されてた、計算されてましたよこれ。それ森以前、うん、それ森以降っていうAD、 AD じゃん。そう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 、ADBC そういう作品でしたね。うんうんうん、うん、まあ、そんな感じですかね。そんな感じですね、うん、で今例えばレンタルでもいいし、うん、普通にアマプラだったりとかネットフリックスでも見れるような作品の中でみんなのおすすめ聞きたい。あーまあ確かにね、あ、うん、ギャグなしでね、ギャグなしで、うん、くねくねとかね、うんうん、もうマジで、じゃあマジで、うん、人生で一番でも本当一番無駄な45分そう、うん、あれね45分50分、うん、見切るの結構時間かかりましたからね、寝ちゃうからいつもなんか、うん、じゃあ俺さ、もう今公開されてないしあなたの地域では見れません、レンタルもできるんだけど、うん、それっていうやつがあるじゃん、ヒットじゃなくて、ヒットじゃなくて、うん、石田一世がピエロの格好してるやつなんだけど、それがレビューが本当に悪くてめちゃくちゃ見たいじゃんね、マジで損しましたみたいなレビューばっかりですよ。あ、そうなんだ、好物好物気になるね、うん、なんかそのじゃあダメなパターンも教えてくれって方もいいですよああなるほどね、うん、今見られるやつ、うんうんうん、教えてほしいね、教えてほしい、うん、あとは、うん、まあ本当におすすめするやつ、うんうん、ちゃんと、うん、あのネタと本気分けてください ね、 あ、なるほどね、ネタの時はネタって書いてもらって本気の時は本気の本書いてもらって、あ確かにね、見たい、うん、そういうみんなのおすすめ、うんうん、僕はもう本当ライトオフはめちゃくちゃおもろかったな、うん、この締めもよかった、うーん、まあまあまあうーんって感じですかね、うん、そっか、それ森に比べたら全然、もうそれはもう全部良くなっちゃうからそれ基準にしたら全部良くなっちゃうからさラヨローナっていうやつ見たけどね、あ最近、あ2つあるんですよ、叫ぶ女みたいな、呼ぶ女みたいな、そう2つあるんですよ。あ、そうなんだ、うん、で監督も全然違くて、はあ、どっちもホラー、まあミステリーとホラーかな、うんうんうん、って感じなんですけど、うん、俺はもうがっつりホラーの方を見たんですけど、うん、もう一個もちょっと見てみようかなと思って、よかった、なんかまあよくあるエクソシストムーンっていうか、あーなるほどね、うん、僕おすすめされて見てたんですけど、まだ見切れてないですけど、うん、海外のホラーで洋画なんですけど、うん、音鳴らすと化け物が来るから、うん、音鳴らしちゃいけなくて、うん、ドントプリーズみたいじゃん。あ、でもドントプリーズめっちゃおもろかった、面白いわね、うん、ドントプリーズめっちゃおもろかった、うん、あでもさ途中でさ急展開出てくるら、なんか地下室に、あ、はい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 、あそこをどう受け止めるかだよね、 あれをなんか ありとしちゃえば、うん、なんかより広がった展開がみたいだし、うわなんか変な展開出てきたって思ったらそれはそれだし、うん、あそこをね、あの好意的に受け止められるかどうかで結局作品の評価変わる気がする。2見てないんすよ、ね、あ私も2見てない、俺ね2見出して、うん、2もまだ見切れてないんすよ。あ見切れてないって見切れてないってちょいちょい言うからさ
見切れない、あんまないからね。見切れてないのは途中で寝ちゃうんですよ。まあまあね、うん、あ、だからなんかワクワクしてない、はい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 、でも楽しくないわけじゃないけど、うん、眠気に勝てないって、ね、そうそう、だから僕ね、シュタインズゲートもそうだったんですよ、うん、アニメのシュタインズゲート、うん、でも最後に見るとめちゃくちゃおもろいじゃないですか、うんうん、最後まで、あの見切れてないんですか、見切れてないんですか、そうなんですよ、そういうことなんですよ、見切れてないって、うんうんうん、これから先も多分見んと思うそういうことになってて、あのその僕が言ってたやつなんていう名前だったか忘れちゃったんですけど、うん、見切れてないやつは、うんうん、もう街中から人がすぐ消えてくんですよ、うん、っていうのを物音が鳴るとその物音に反応して化け物が来て、クワイエットプレイスかな、あ、それクワイエットプレイス、それ、うんうんうん、なんか子供が新幹線だからのおもちゃ、飛行機かな、うん、のおもちゃ鳴らしちゃってそのままバーンって殺されちゃってみたいな、そっからもう映画終始ずっと無音で進んでいくじゃないですか、だからおどろおどろしくてドキドキ緊張感みたいな緊張感、うんうん、のまんま寝ちゃうんすよ静かだからそうすげえなー、すげえ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 なドントプレイスは見ながらおもろそうって思ってるんですけど、うん、静かだなーってなってそのままうとうとして寝てるんですよあの木村さんは多分ダメかもしれないですけど、あの一人称視点のやつは大丈夫、僕全然大丈夫です、全然大丈夫です、あ、結構多いじゃないですかホラーも、レックとかもそうだし、うん、ブレアウィッチもねあんまり覚えてない、ブレアウィッチ1、2、3あるからね、あ、そんなにありましたっけ、うん、あるじゃんね、またなんかおすすめのホラー、うんうんうん、皆さんに、まあ、新しいホラー映画やるときはね、木村さんが率先していくっていう、そうですね、うん、ちょっと一個前のね行けなかったんですよね、みんなの歌、みんなの歌、うん、ちょっとあれね評判いいというやつも聞きましたから ね、うんうん、そうそう、ちょっと見てみたいなと思ってましたけど、まあそれまたあれ来たら ね、うん、ね、オンデマンドにね来たらね、そう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 、うんうん、レビューするのもいいかなと、うんうん、とそうそう思いますね、うん、またあるのかなこれ今後、決まってるホラー映画みたいなのって、あ、もうそろそろ2024年のやつがちらほら出てきそうですよね、なるほど、前なんか僕一回2023年のやつやりました、あったね、うんうん、やりましたね、まあでもな、これで夏も終わるしもう一段落かな、あ、そっか、うん、確かに今年はもう出てこなさそうだ、確かにね、あでも白石監督がね、怖すぎやってるですね、とかね、ああいうのを、うん、見たらまたちょっと日本のホラーの印象変わるかもしれない、ね、うんうん、木村さん見るんですけどね、怖すぎね、そうなの、 POV なんで、うわ無理だ顔真っ青になっちゃいますからね、それは無理だわ反POV みたいな感じですかね、固定カメラもあるし、うん、ね、そうか、基本はでも心霊番組を、うん、その、うん、撮ってるっていう体なんで、うんうんうん、なるほど、うん、まあでもせっかくこの木村さんがね星3をつけたねえでね、禁じられた遊びねえ、ちょっと気になりますよ、うん、まだ放映されてる状態ですか、されてますね、あ、うん、まだまだ間に合う、ちょっと一つ最後に中田監督と中田監督のファンに言っときたいのは、うん、俺と圭介は何も言ってねえですからねどういうこと、どういうこと、どういうこと攻撃されたら嫌だないやもう散々それが言う森でぶち切れてんのに今更そっか、なんならちょっと褒めてる部分もある、間違いない、あの時はなかったっすからね、なかったよ、一個もない、だってもうほんとね、このレビュー聞いた後にそれ森のレビュー聞いてほしいわ、いやでもこれ改めて見るとめちゃくちゃおもろいっすよ、それがいる森ねこの映画を見るときはもうそれがいる森見てってからね、うんうんうん、アマプラとかで見れますので、ね、うん、ってから見にして視聴してください、そうだねそうだね、うん、まあまあぜひね、ね、見たよっていう、禁じられた、うんうん、そうね、見たよっていう方の ね、 ね、感想もぜひ教えてほしいなと思います ね、うんうん、ね、あとまあ小説も知ってる人の解釈で実はあそこはこういうことなんだよみたいなのも、ね、うん、もしかしたらあるかもしれないから、うん、小説読んでみようかなと思ったんですけど、なんか賞取ったやつね、うん、うん、また読んだら教えてください、はい、はい、お願いします、うん、この話もし自分だったら
ありがとうございました。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。